こんにちは。大阪府森口の総合生態サロンブリスの竹田です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今回は時々ね、患者さんから、ご質問があるんですけども、右手に症状があるっていう人と、左手に症状が出る人と、どっちの方が多いんですかっていうことがね、あるんですけども、確かに肌感覚でどっちが多いかなっていうのはあるんですけども、はっきりとはね、わからないもんで、実際にですね、当院に来院された方、無作為ではなく順番に、今ですね、3月の下旬になるんですけども、3月下旬の時点で来院していただいている方から順番に100名の問診票をですね、調べて、実際にその100名の人が、男女比、男性は何名、女性は何名ですね。ほんで、年齢、そして右の方が多いのか、左っていう人を方が、訴え人が多いのか、ということについてね、ちょっと100名分、順番に調べてみましたんで、それについてね、お話しさせていただきます。まず、男女比、男性が68人、女性が32人。まあ、このまま100人なんで、パーセントで考えたら 68% が男性、女性が 32% ということになりますね。これはどう取るかということはね、あるんですけども、集客方法というやり方にもあるかと思うんですね。僕はどっちかというと、まあ、自分自身が男性であり、実際に読んでないですけど、まあ、おそらくないですけど、男性の女性のってちょっと違うんです。昔やった、流行った地図を読めない女性、なんとかができない男性とかありません、ね、そういったもの、ちょっと男性と女性の方が違うんですけれども、どっちかというと、まあ自分自身が男っていうのがあるんで、ホームページの作り方っていうのが機械的な感じなんですね。だからどっちかというと女性にはちょっとわかりにくい、共感がされにくい。でも男性には共感されやすい。っていうのがね、ホームページには正直そういう作りにもなっていると思います。例えば、女性をメインに作ってるホームページっていうのは柔らかい感じの色であったりとか、イラストを使ってあったりとか、柔らかい文章の表現っていうのがあると思うんですね。でも、当院のところっていうのは、もう本当にストレートにですね、自分自身の考えであったりとか、表現であったりとか、写真の使い方っていうのもね、イラストとかよりも写真をメインで使っているというところもあるんですね。ですので、どっちかというと、やっぱり女性よりも男性の方に魅力的に感じていただけるのかな、というのがあります。ですので、まあこれはね、治療院によって男女比っていうのは変わってくると思うんですけれども、まあ当院の特徴でもありますね。まあ男性の方が多い。男性が 68%、まあ女性が 32% というようなね、ことになっております。で、年齢的に言いますと、まず20代いませんでした。やっぱり頚椎症、頚椎ヘルニアって考えた場合、まあ、20代もね、過去を遡ればおるんですけれども、今回100人っていう感じで選んだ場合なかったです。で、頚椎症っていうのはやっぱり、年齢を重ねることによって出てくることが多いし、頚椎ヘルニアってなるとやっぱりね、10代とか20代でも出てくることはあるんですけれども、まあ、今回はいませんでした。30代の方は7名。で、40代の方が40名。50代の方が34名。60代の方が19名。これで100人ですね。もう一度繰り返させてもらいますね。30代が7名。40代が40人。50代が34人。60代が19人。ということで、一番多かったのは40代ということですね。で、50代がその次。まあ、ほぼ変わんないですね。40人、34人ということなんで、6人差ですよ。で、次に60代、19人ということになっている。だから、まあ、これもね、先ほどの訴え方っていうところもあると思うんですけども、まあ、30代、40代の方に一番響くのかなっていうところがありますね。ほんで、60代以上になってくると、まあ、今のご時世でね、やっぱりパソコンも普通に60代の方も使えるはずし、あるんですけど、ただ、もう一つね、考えられるのが、この整体とか、整骨院とかですね、が流行り出してきたっていうのが、まだ20年ぐらいなんですね。20年、30年も経ってないん違うかなと思うんですよね。ということは、この60代以上の方にとって、この整骨院とか、整体とかですね、なってくると、ちょっと馴染みが少ない。どっちかというと、やっぱり病院、整形外科、先生、整形外科の先生、
というような形の流れの方が多いと思うんですね。ただ、それが全てではなくてですね、やっぱり年配の方とかでも、整骨院に行かれる方もいらっしゃるし、整体に来られる方もいらっしゃるし、ということもあるんですが、ただその馴染みの深さという意味合いでは、やっぱりその60代以上の方っていうのは、トイみたいなところという馴染みが薄いと思うんですよね。そういった関係もあるんじゃないのかな。で、実際になってくると、60代で頚椎、ヘルニアが起こる方っていうのは当然ながらいるんですけれども、60代以上になってくると年齢的なことを考えると、どっちかというとやっぱり頚椎症になってくる人の方が多いと思われますね。で、40代、50代ってもう両方のパターンいます。頚椎ヘルニアの人もいるし、頚椎症の人もおると混じってきますね。そういった違いというのも出てくると思います。で、次ですね。いよいよメインですね。一番最初のお話をしてもらった、右の人の方が多いんだろうか、左の人が多いんだろうか。皆さん、どちらでしょうか。シンキングタイムです。5秒間。5、4、3、2、1。はい、答え発表です。どちらだったでしょう。多い方、右の人、56人。左の人、44人。という結果になります。右が 56%、左が 44%。これは、微妙な差でありながら大きいに違うかなと思いますね。12% ですよね。12人の差があるということなんですけれども、僅差といえば僅差ではあるし、差があるといえば差があるのか。ただ正直なところですね、僕の肌感覚で言うと、左の人の方が多いに違うかな。っていうのが正直なところでした。で、蓋を開けてみると右の人が多かったっていうことになるんです。で、これなんでかなって考えてたら、おそらくなんですけど、これはね、ここは本当に肌感覚の自分の単なる想像なんですけども、右利きの人、左利きの人が多いっていうことで、まあこれが本当は右の人が多いか、左の方が多いかって、これは全く関係ないと思います。右利きの人が多いから、今回ですね、右の人が多くて、左利きの人が少ないから、左利きの人が少ないっていうことだったら、もっと差が出るはずですよね。例えば、右の利きの人が、必ず右というならば、おそらく右の人も 90% 以上になって、左利きの人は必ず左に起きるということになってくると思うんで、これを見ると、右利きやから右に出る、左利きやから左に出るって、これはもう全く関係ないというね、これでわかると思うんですけども、なら、ちょっと話を戻って、その肌感覚なんで左の方が多いと感じたのかというと、おそらくなんですけども、左に症状が出ている人の方が治りにくいっていうことがあるのかな、と思います。なんか自分の感覚では、左の人の方が何回も多くリピートを来てるんで、どうも自分の中では左の人の症状の方が多いと感じてやってるんじゃないかな。というのがあるんですね。逆に言うと、右側に出てる人は治りやすいのかな、というふうに感じます。まあ、これは本当に何の根拠もないです。何の根拠もなく自分自身の肌感覚で、なんで左の方、人の方が多いなと感じるのかって考えた場合、おそらくそうであろう、ということもね、後付けの話になります。ということでですね、いかがでしたでしょうか。皆さんがね、結構、やっぱり言い張るのが、右利きの人は右に出やすいんじゃないかとか、そういうふうにね、感じる人がおるんですけど、これはもう全く関係ないというのをね、証明されていると思われるということですよね。はい。それではですね、ぜひ、グッドボタン、チャンネル登録、お願いいたします。失礼します。